い、では FF6 続きやっていきましょう。ね、パーティーを変えました。今回ね、ナルシェ行きます、再び。モグとロックが必須だと思うので、あとは、まあ、久しぶりのティナと、あとエドガーさんね、使っていこうかなと思います。行きましょう。さあ、これで家の中に入れるんじゃないのって感じなんだけど。初心者の家は入れんのかな？モンスターも出るのでね。まあでも、前回フェニックスのところを頑張ってやったので、多分大丈夫だと思いますけれども。よし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 。モグ通常攻撃も強いからな。久しぶりに盗むか。ロックも全然使ってなかったよね、私。盗めない。あ、そうですか。強い。よし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 。新しい踊りを覚えた。あ、なんだろう。なんかパルプンテみたいな感じでね、結構使うの怖いんですけど。手の効率で特殊。木工じゃない。踊りか。闇のレクエム、愛のセレナーデ。なんだろう。ちょっと使ってみたいね。入れるようになった。やどや。え、誰もいないね。人が誰もおりませんが。あ、そっか、モグが一匹残ってるだけでって言ってたもんな。あとはっていう。よいしょ。ちょっと氷付けの厳重のところ行く前に、探索したいですね。愛のセレナーデってなんだろう。気になるな。あ、回復なんだ。ミスってますけど。何ミスってるんですけど。あ、なんか、これもあれか。あ、強い。ちょ、なんか波があるけど面白いよな、こういうの。ボス戦で使うのはちょっと不安やけどな。よし。あ、ちょっとそれ。ここも、入ります。さすがロック。おや、誰か、行ってほしいな。よいしょ。ポーション盗んだ。モグは踊らせた方がいいのかな？面白いけど。お、この攻撃は強いぞ。強い！一撃必殺。よし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 。ナイスー。さあ、次はここの家。誰もいないやって怖い。あれ？誰か、これを、これを。血塗られた盾、もしその呪いが解けば最強の盾となるのだが。え？ああ、ドラクエで言うとこのなんか呪われてるとか、なんか邪悪な匂いがするとか、そういう系のアイテムですかね。血塗られた盾。装備画面から見た方が早いかな。あった。ほー。これなんかどっかで極めるところあんのかな。よし。え、だからなんか、もうすぐ多分大詰めだと思うんですよ。だから、ラスボス、ラストダンジョン行く前に、なんか、8
チ竜倒したりとかしちゃいたいですよね。ちょっとね、その時はね、もしかしたら、ちょっとサイト参考にしたりとかするかもしれないです。ただ、その部分だけね、先とかは絶対に見ないけど。はい。せっかくだからね、あ、ちょ、やり残しないようにしたいからな。場所調べるとかね。それぐらいはするかもしれない。よし。よし。八両もまだ8匹中2匹かしか倒してないもんね。だからさ、多分、劇場跡じゃないですか、オペラの。あそこのドラゴンも8両の1匹なんだよね。だからそのうち行かないといけないんだけど、どうやって戦えばいいんだかわかんないっていう。多分あれか、また天井からピューンって落ちる形なのかなってちょっと思ったりもするんですけれども。ここは、武器屋さん。誰もいない。寂しい。あ、いた。お前さんたちを待っていたよ。これを渡そうと思ってな。あ、魔石だ。武器屋をやって70年、この石から不思議な力を感じる。多分この石を削り、剣を使えば素晴らしいものになるじゃろう。どうじゃ、この石を剣に変えてみないかね。あ、魔石ラグナロックのまま、剣ラグナロックにしてもらう。え、これどっちがいいの？え、まあ、どうせだったら魔石にしようかな。剣はな、別にいいよな。魔石大事だよな。よし、わかった。いい魔法でありますように、いい魔法でありますように。はい、はい、はい。ラグナロック、ラグナロックか。アルテマ？あー、いいじゃないですか！アルテマ、いいじゃないですか！ちょっと、全体攻撃だしな。呪文一つしかないけど、可能性を感じるよ。アルテマって聞いただけでも強そうだもんね。さて、この家も。あとは、一番最初のおじいちゃんの家ぐらいかな、調べるのは。そっか、ここ宝物庫だったか。空っぽ、シアン。さて、この、すぐ北にある家なんですけれども、あとは。おっと。あと一つお家調べたら、ちょっと幻獣様のところ行きましょうか。氷漬けの幻獣のとこ。出て。ここね。あれ、でもここ、鍵開いてたな。あれ？もしかして生き残りのモーグリって、今仲間になってるモーグリのことなのかな？あれ？あらららららら。あ、ここも開いてる。道具屋。じゃあ、こんなもんか。じゃあ、ちょっと現状のところ行きましょう。そうだね、きっと、一匹だけ生き残ってるモーグリって、このモーグリのことだ。うちらの。ですよね。そうだよね。間違ってたら申し訳ないけれども、初見プレイだからそういう考え方しかできない。一応家全部探したと思うんだけどな。よし。てて。ポーション。あんまりいいやつ盗めないか。ロックの今身につけてる武器がね、なんか高烈からでも同等のダメージ与えられるっていう、優れものなのでね。攻撃も結構強いし、使えますね。よし、では移動しようと思います。あ、なんかいる！こいつもドラゴン？ですよね！八竜さん！フリーズドラゴンよ。ノーザンクロス。どう？氷漬けになるがいい。あ、ちょっと待ってよ。氷漬けってことは、ファイヤーで溶ける？もしかして。味方へファイヤーを撃ってみます。よいしょ。機械、何が効くかな？あ、やっぱり！なるほど、氷漬けは、溶かせばいいのね。オッケー。
踊る雪だるまロンドっていうのを覚えたんだけど、どういうのだろう。怖い。どのぐらい。うおー強いよー。ちょっとー、よいしょ。あ、ちょ、回復したやん。ちょ、潜ぞお前。これはこいつに撃つべきじゃなかったな、雪だるまロンドってやつ。あ、やばいやばい。なだれ、あ、バカもう私がバカだな。こいつ何が効くんだ。やっぱりあれか、炎攻撃ですかね。炎攻撃、よしよしよし。あー、よいしょ、ファイラー、よいしょ。やばい、モグ早くこれやめてくんないかな。踊りやばいぞ。絶対レイド。どう、うーん、厳しい。よし、スノーボール。いや、ダメだダメだダメだこれ。あ、よしよしよし、よく外れた。偉いぞ。偉くはないか。よいしょ。回復しちゃうよね。よしよしよし。あ、よしよしよし、凍ってないね。は効かなかったか、ミスったか。よいしょ、この間にファイヤーでロックを回復っていうか、よいしょ、こいつ強いな。よいしょ、雪うさぎ、あ、かわいい。おお、ありがたいありがたい、これはありがたい、ナイス。よしよしよし、ファイラー、やつか。じゃあ回復だな。よいしょ、やるわけで、バカ。うー、1000ぐらい回復しちゃうの痛いよな。こいつに打たなきゃよかったな。一番は私がおバカだったことで、さっきのまた雪うさぎやってくんないかな。頼むで、スノーボール。よいしょ。ケアルラして。よいしょ。もうモグは遊ばせておこう、このバトルは。絶対レイド。買いたいよな。よいしょ。モグ、いつになったら解けるんやろ。なかなか解けてくんないもんね。怖い怖い怖い。よし、いいねいいね。キャルルかけて。よいしょ、あ、倒した、よっしゃー。やっぱモグの踊る怖いな、めっちゃ。よしよし、カエル3体か、倒したの。たーんたーんたったたーん。フォースシールド。8秒、あと5匹。はい。まだ半分もいってませんですね。フォースシールド。あ、魔法防御がめっちゃ上がるんだ。なるほど。魔法に特化したやつですね。その分物理防御めっちゃ下がるけど、あと回避も。はい。ということで、ここまでやってきまして、あ、セブポイントあった。よいしょ、よいしょ。でもなんか今のレベルだとなんか8両みんな倒せそうな気もしてきたな。どうなんでしょう。ウィザード。あ、こいつらはね、物理攻撃に弱いんですよ。だからもうひたすら物理で殴る。はい。ね。たったたーん、たーん。
だ。お、モグ、モグ野郎。お前、アディン習得したな、全部。うん、そうだね。じゃあ何行きますか。ケツハリーでもいいけど、ラグナロック。どうしよう。いや、ケツハリーだな。ケツが超大事だもんな。よいしょ。この先にいるのかな、雪男が。こんにちは。バリガルマンだ。え、戦えるのかい？なんだ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 ？あ、全然効かないじゃん。よいしょ。これ、溶かしちゃったらやばいとかあるかな？ 4800！ めっちゃ効く。ボスピル、あ、トランス状態にすればいいか。トランスして、え、めっちゃ弱いんだけど。ロック頑張って、なんか盗めないかな。ちょっとなんか弱すぎて心配になってきたレベルなんだが、何も持ってない。あらら、持ってないのか。じゃあ心置きなく倒しにかかりましょうかね。あ、でもその分あれなんだ、魔法じゃないと倒せないっぽいな。よいしょ。はい、ラスピル。あ、めっちゃ MP 吸い取られてるけど、フリージングダスト。なになになに、氷漬け。あーあー、やりやがったな。これ永遠に倒せないとかない？よし、お、倒した。ありがとうございます。バリガルマンだ。倒したらまずいやつだったかな。大丈夫かな。てか雪男に会えてない気がするな。はいはいはい。人が私の氷の封印を解いたというのか。魔石を身につけ、お前たちは一体。まあ良いだが、この世界に満ちている殺気は千年経った今もまた遠征は続いているというのか。愚かな永久の戦い。お前たちはそれを終わらせようというのか。その心信じてみるか。あ、魔石だ。バリガルマンだー。わーい。あ、強そうである。ちょ、見てみます。今日なんか魔石2つもゲットしちゃったね。バリガルマンだ。お、わー、来たー。崖来たー。やったやったー。これが欲しかったんですよ、この3つがよー。やったー。いや、ちょっと待って、雪男いないんだけど、それより。ちょっと探しに行こう。いやー、嬉しい、これは。崖、来たー。これで、あれだね、怖くないね。習得さえすれば。よいしょ。やったやった、ちょっと早くセーブしに戻りたい。で、雪男探さないとだ。私の本来の目的はそこなのですよ。どこにいるんだ？よかったよかったよかった。アイテムもね、だいぶ買い足してきたのでね、なんかエーテルばらまき祭りなのかなって思ったんですけれども、バリガルマンダ戦なんかいけましたね。よいしょ。では、セーブして、ちょっと雪男さんを探しに行こうと思います。なんかこっちの方にいるのかなって私思ってたんだけど。あ、崖の途中に穴があるのが見える。飛び降りますか。ちょっとこっちに戻ってきました。確かに、ここなんかさ、バリガルマンダ倒した後に地形が崩れましたよね。調べたら、え？この下って、
こどこ。BGM がなんか。アネモン、あ、また新しい敵が。どう？あ、カッパになってる！ちょっと！カッパってなんだっけ？あれ、あれ、イエローチェリー？直すの。ちょっと待ってー。カッパはダメー。あ、戻った。万能薬もね、ちょちょ持ってきてるんですけれども、やめてくれー。あいつ何が効くんだ？ん？あ、自分にサンダー打ってる。サンダーが、あれなんだ。属性なのね、こいつ。こいつらの。よしよしよし。敵としてはそんなに強くなきゃ、カッパが嫌だね。よしよしよし。エーテルスーパー、おお、すげえ。え、ひゃー、落とし穴落ちちゃった。よいしょ。ガントレット、ガントレットってなんかアクセサリーかなんかだったような気がする。持ってたような気がする。あ、だよね、あるよね。ほう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 。ちょっと今回この辺で終わりにしておこうかな。なんとなく。場所がどこだかわかんないけど、でもなんか敵があんまり強くなくてよかった。はい。ほらほら、弱い弱い。ててててて。尻尾てぃ、あなんだここは。なんでみんなカッパにしてくるの。使っちゃった、イエローチェリー。慌てず騒がずやな。よし、つぶて、ナイス。よいしょ。よし。ふう。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。